メスメルの種火、封印の木を焼くことができる。串刺し子メスメルのうちに燃えていた種火、それは暗く横縞な蛇に蝕まれている。ラウフの古い遺跡にあるという封印の木を焼くことができる。メスメルもまたその妹と同じように火の原始を宿していた。マジ？待って、火の原始っていうワードはエルデンリング中導き出される人物が一人しかいないんだけど、メスメルとメリナって兄弟なの？待って、ってことはメスメルの語尾はメスなの？それともメルなの？確かに、でもメスメルとメリナが兄弟ってことになると色々腑に落ちることがあって、僕の考察でいくと、メスメルが宵目の女王の子供ってことはメリナもまた宵目の女王の子供ってことになる。で、しかも待って、本編中にメリナが母の使命っていうワードを何回も口にするんだけど、もしかして一度もマリカって言及してないのか？本編ではさ、この母親の使命っていうのが、あ、マリカの使命なのかなっていう風にミスリードさせておいて、実は宵目の女王の使命であった。それを受け継いでた。てかさ、あれか、俺攻略中にクルイビ、メスメルの火はクルイビ由来みたいなこと言ったけど、実際はあれか、クルイビではなくて宵目の女王由来の黒煙由来の炎なのかもしれないな。確かにメスメルの火、種火ってか、メスメルの火って他の火に比べて暗いんだよね、濃いんだよね。だから黒煙が薄まってメスメルの火になったんじゃないか。もしかしてイノシシノリの追憶、エージュに刻まれた縮小ガイウスの追憶、共に獅子の兄であったがゆえに、そしてその生まれを呪いと呼ばれたがゆえに、ガイウスはメスメルの将となり友となった。ソードランス、ガイウスの用いた獲物、体験と突撃槍を合わせた武器。ガイウスは常にイノシシの背にあった。かつて白王に学んだ者たちが治めた重力の技。ラダーンと死は同じなのか。岩の刃、若かりしガイウスとラダーンは共に研鑽しこの技を治めたという。ガイウスとラダーンって兄弟関係だったんだ。もちろん義理の兄弟関係ではあるだろうけど、でもさ、そんな親しい関係にあったのに、なんでわざわざ影の地にいるんだろう。あれか、ケイリットでめちゃくちゃになっちゃったラダーンを救うための手段を求めて影の地にやってきた。で、その過程でメスメルと仲良くなったってこと？まあ、でもその生まれを呪いと呼ばれたがゆえにっていう、なんだろう、生まれの呪いっていうのは、串刺し公の追憶。メスメルの中には横縞な蛇がうごめいていた。母はその瞳を封印の祝福に入れ替え、それでもなお彼を影に隠した。始まりの罪と忘れ得ぬ憎しみとともに。なんでさ、メスメルが聖戦を任されたのか分かったわ。これ多分メスメルってマリカの目の上のタンコブみたいな存在だったからね、ちょうど角人もなんか邪魔だし、もうどっちとも戦わせてどっちもなんか死んじゃえばいいみたいなそんな目論みがあったんじゃねえの、マリカって。もしかして串刺し公の槍、影の血の火事術により鍛え直されており、通常ダッシュ、机上の強攻撃で槍を投擲する、またため攻撃で着弾時に炎を生じる。メスメルの強襲、強そう。メスメルの技がそのまま使えるんだ。メスメルの火球、メスメルは自らの火を憎んでいた、故に幾度となくそれを潰し消し去ろうとした。多分さ、メスメルって宵目の女王がマリカに変わってしまっても、母親は母親だからって言ってその愛そうとしたんだろうね。でも一方でマリカは、宵目の女王の子供であるメスメルはもう目の上のタンコブというか、もう邪魔でしかない存在であったんだろうね。だからこう存在に扱って、でもメスメルはそれが嫌で、なんで存在に扱われるんだろうって考えた結果、この宵目の女王から受け継いだ火のせいなんじゃないか、この火が原因でマリカからいじめられるんじゃないかっていうふうに思って消そうとしたのかな。だからやっぱこのメスメルの火っていうのは、宵目の女王から受け継がれた黒煙に近い能力なんじゃないかな。まあでも総じて分かったのは、メスメルは不憫すぎる。メスメルの兜、有欲な蛇たちは常にメスメルの友であった。うわー、なんかかわいそうになっちゃったな、メスメルが。だってさ、他のデミゴッドたちからは絶対いじめられたわけじゃん。ライカードとかすげー性格悪そうだし。でも蛇たちだけが友達だったんだ。
わ、なんか180度変わったな、メスメルの見方が。ガイウスの兜、落ちた種子を模したという鎧の一部。ガイウスは白王氏として重力の技を学び、ラダーンとガイアの兄弟子であった誰、環境東方の使い手か。メスメルの鎧、母の願い、粛清の聖戦のためにメスメルは自らを恐怖の象徴とした。嘆きも呪詛もただ私だけを責めればよい。うわー、きっとさ、マリカに聖戦を任されてさ、メスメルウキウキだったと思うんだよね。ここの聖戦で戦果を上げて頑張ればマリカからね、愛してもらえるってそう思ったんだろうな。で、頑張ったらめちゃめちゃねえ、角人とかに文句言われて、すげえかわいそうなんだけど。やるせねえな、メスメル。ガイウスのさ、足装備だけないんだけど、なんで？もう持ってた？待って、撃破報酬で足だけむしったのか。いや、持ってなかったと思うけど、何これ、バグ？ガイウス足ないのか。どうも、串田志向です。ちょっとね、捨て振り変えてきたわ。まあ、エルデンリングをやってる方ならわかると思うんだけど、一番エルデンリングでやってはいけない中途半端な振り方。ここなんだろう、また奥に建物があるのか。なぜガイウスはここを守ってたんだ。でっけえ建物。プロジェクションマッピングとかすればいいのにね。もちろんトミーの税金で。エージュの麓だ。なんかエージュから垂れてるな。う、なんかめちゃめちゃアイテム落ちてる。なんだこれ。エイジの聖杯、なんだこれ。あ、破片だ。うわ、すげえ。破片まみれ、足の裏に刺さりそう。危ない危ない危ない。なんかすげえ重要そうな場所だけど、アイテム拾えるだけなのか。この聖杯の中に何かあるとかないか。いや、でもさ、仮にさ、エルデンリング DLC 第2弾があったらさ、絶対ここからワープだと思わない？こっからワープして聖戦の過去、なんだろう、ダークソウル2みたく巨人の記憶みたいな感じで、その昔の戦いに放り込まれる DLC とか出てくるんじゃないか。ボロ屋がある。うわ、風通し良さそう。大家もさぞ持て余してるだろうな。白金のボロ屋、ここに来て白金狙いすます弓のタレスマン。白金の射手は技量に優れ、恐るべき狙撃者として知られた。知ってるわ。全エルデンリングプレイヤーは天霊街オルディナで、コントローラーぶん投げるほど白金人に殺されてるから。あやべやべ、白金人だ。家のことどちゃくそ悪口言ったからブチ切れてる。大家が持て余してそうとか言ってるからめちゃめちゃ切れてるんだけど、なんでこんなとこに白金人がいるんだ。おお、涼しい。夏にはもってこいだ。よくもやってくれたな。見せてやるよ、復讐の刃だ。え、ほらやった。白金人が地に背をつけたらもう死ぬしかねえよな。大佐、ありがとうございました。なんだこいつ。ほう、主を失ってなお敵に挑むその度量や強いです。あなた終わりと。飼い主の元に行け。お前は強かった、名もなき狼よ。で、お待ちかねのアイテム、なんでお前が持ってんの。ガイウスのファンなのかお前。ちょっと、ガイウスファンに私物盗まれてるじゃん。ガイウスの速攻、縮小ガイウスの黒金の速攻、悪意ある嘲笑のためだけに作られた彼にまとうことができぬもの。イノシシを半身とし、その背に乗るガイウスは白金人であった。ガイウス白金人だったの。しかも悪意ある嘲笑のためだけに作られたって、めっちゃいじめられてるじゃんガイウス。あ、だから、あ、下半身が不能だから白王に重力魔法を習ったんだ。やっべ、俺めっちゃ悪口言っちゃった。ガイウスの葬銀のスカート。葬銀は彼女たちと同じ母から生じた金属であり、魔力と霊気に対して耐性がある。魔力と霊気ってレナラ。待って、俺白金人についてあんま知らないんだよな。勉強しないと。似合うかしら。どう、似合う。終わってる。
ガイウスは白金人だったのか。イノシシを半身として過ごしていたのか。白金人ってエルデンリングにおける最もカーストが低い人種だから、さぞガイウスも石投げられたと思うんだよね。特に出世して縮小となってもさ、白金人のくせにとか、ラダーンのコネだろとか、いろいろ2チャンネルで誹謗中傷されたんだろうな。この時代はまだね、開示請求とかなかっただろうし。そう考えるとやっぱこんな生まれにね、白金人っていう要素を持ちながらも同じ境遇だからって友達になってくれたメスメル、マジでいいやつだな。 DLC 始まって以来じゃない、こんな評価が逆転したキャラって。雷の呼吸1の方、信頼かわした。こんなとこはしごあったか。行ってないよな多分。あ、なるほど、教区で水を抜いたから下まで降りることができるようになったってこと。竜の境地ってことはこれギザ山からの風景だよな。で終わり、これだけ。あ、ここか。メッセージを読まずともあるだけで雄弁に語ってるわ。読まなくてもわかる。ここもそうだ。うわぁ、石棺だ。待って、石棺なんだけど。ま？あるの？嬉しい。よっこらせと。これが一番楽しいからな。スプラッシュマウンテンなんか火じゃないほど楽しいよ。なんて言ったって90度に直角で落ちるし、命綱もないからね。生きて帰りたい。もう朝？朝だ。すげえ、このムービーにどんだけ時間とお金とかけたんだろうな。まずは正面より後ろに行く。あ、わかった、あそこだ。めちゃめちゃ業者がウィッカーマン捨てたところだ。上から見下ろしてたところに降りてきたのか。このウィッカーマン絶対動くじゃん。ほら、あんたの廃墟。絶対動くだろう。絶対動くよ。ほら、もう動くじゃん。めちゃめちゃ動く。よし、礼拝。うわ、いるじゃん、ほら。うわ、深々と頭下げてるよ。将棋で決着つけようぜ、こうなったら。はぁ、あ。油切った雫、一定時間油汗を飛び散らせ、周囲の敵を油まみれにする。でもこんなの飲まなくても夏場のジロー行けばみんなこの状態だよな。痛い。くっそ、最悪釣られた。やるじゃん。何がしたいんだお前。落葉の船員、かつて落葉に黄金樹の衰えを見た者たちは律の揺らぎに備え、厳格な信仰を自らに課した。そして新しい神に使えようとした。なるほど、ミケラの信徒が使う聖印か。なんだここは。いや、これあれだ。北東の無名霊廟。霊体であることは確定だと思うけど。羅刹。火力高すぎだろ。チャーハンでも炒めんのか。何このチャーハン火力、パラッパラに仕上がっちまう。待って、火力高すぎないか。砲立てつけてて一撃。大刀を無尽蔵のスタミナで振り回し、超絶火力で気が済むまで連撃を浴びせてくるモンスターハンターユータこと羅刹であります。まるでその様は小学生が考えた最強の NPC のようでありますが、その反面防御はからっきしというスラムダンクにて湘北高校を追い詰めたあの大阪代表豊玉高校のあのラン&ガンのようなピーキーすぎるゆえの強敵であります。シンプルであるがゆえにこちらの対策手段も限られるという若干窮屈な戦い方が求められております。パリーは一度外してもすぐにローリングせずオネパリ連打。ユータは引くことを知りません。終わりだ。羅刹っていうより稚拙な戦法だったな。ポニョ、負けたら武器と防具全部置いてく潔い人好き。まあ、文字通り草みたいに刈られまくったわ。敵に与えるダメージを高めるが自らの非ダメージも大きくなる。なんだこの神防具。
いった、なに、いや、最悪、最悪。やべ、やっちゃった。うわ、危ね。ハエの村、やばい。ちょっと追われてるんです。助けて。追われてるんです。ごめんなさい。ちょっと、追われてて。すいません、すいません。ちょっと、お休みしてるところ。すいません、夜中に、急に。これだけ盗んだら帰るんで。ありがとうございます。カバオくんのバーゲンセールじゃん。今さら、こんな、小黄金カバに、遅れなど取らん。よし。で、破片を落とすのかどうか。やっぱり落とした。ってことはやっぱり、エイジの破片を食べちゃって、こんなおかしくなっちゃってるんだ。カバじゃないもんね、だって。どう見ても。よいしょ。ふぅ、一上がり。下か。あ、ぶれ。重さは10の14乗だ！闇テラシの地下墓。うわ、暗いと思ったそこの奥さん。ちょうどいいアイテムがあるんです。この、嘆きの首。これですね。何もしてないのに、ご覧ください。なんて明るいんでしょう。持ってるだけで、あたり一面真っ昼間。これさえあれば、もう、バッチリで地下墓は。しかもこれですね、奥さん。武器にも使えるんです。殴ってみてください。衝撃受けますよ。弱っ。お、嬉しい。還付金があった時並みに嬉しい。あ、ごめんなさい。ちょっと、ごめんってそんな怒んないで。電車の中でもよくいるよな。満員電車でさ、ちょっとさ、押しちゃったらさ、ものすごい力で押し返してくるやつ。頼む！くっそ！おぉ。すげえのが待ってるんだけど、やばいやばいやばい。バスターコール始まっちゃう。まずい！逃げて！くぅ！見つけ。あぶれ。よし。で、こういうのは大抵、根元がアンチだから。で、ちゃんと根元に敵を置く。で、どうしようもないと思うでしょう。あるんだなぁ、とっておきが。ニーヒル。君の心にも、ニーヒル。あなたの心にもニーヒル。最近考えるんだけど、ニーヒルって何？大口インプの位牌。おい、これがあったら、島がドンパチ賑やかになりそうだね。多分あれは一生取れないんだな。また死の騎士なのかな？え？石門の頃、いより。待って、全然違うじゃん。てか、ステージがそもそも、今までの近場と全然違うわ。なるほど、遠距離絡めてタイプか。よいしょ。ラダゴンのワープ攻撃か。で、角あったね、今ね。角人か。よいしょ。強靭高。全然、ひるまない。これは歩いてかわせんな。意外、魔術師タイプかと思いきや、しっかりと体も鍛えてらっしゃるわ。だが、このタイプはどちらにしろ近づいたら何もできないだろう。よっと。体感強、全然ひるまないんだけど。マジか。はぁ、そういうタイプかよ。いよりなんだからさ、そんな気味悪いやつじゃなくてさ、アコちゃんとかチナツヒナ呼んでくれよ。ああ、なるほどね。霊体を出して、それと戦わせつつ、お前は遠距離攻撃で牽制し続けるってことか。うわ、しかもまた出すんだ。いや、これだるいな、かなり。とりあえず近づかないとな。よっと。うつい、よ。うわ、これ時間かかりそう。うわ、めっちゃ団体できて、なんかすごいビッグマックみたいなやつも出てきたんだけど。おい、呼んでないって、頼んでないって。よいしょ。なんか、神肌の騎士みたいだな。はいよ、お前がその気なら、こっちにも考えがあるから。基本的に決めてるんだ、複数戦で遠距離チクチクのクソボスは、容赦しないって。石門の頃、いよりであります。
エルデンリングにおきまして、複数戦魔術祈祷メインの遠距離ぶっ破ワープあり、祝福が遠いボスは何しても良いという法律がありますから、当然こちらも手段を選ばずに戦っていくわけであります。よりが強敵の理由としましては、やはり遠距離攻撃が挙げられます。しかしおそらく遊びと最も苦しめる要因は、そう瞬間移動でしょう。距離を詰めても離れられ、追い詰めても逃げられ、遊びとは鬼ごっこがやりたくてこのゲームをやっているわけではないと、そう思わせる敵ではありますが、嫌ならさせるなりの瞬間移動のタイミングに出血、致命で行動負荷、その場に縫い付けてタコ殴り、両剣のステップは当然必要ありません。フロムの頃はまさに老害の極みでありましょう。ここぞとばかりに殴っていく、バックスタブも有効そうだ。多少の反撃を食らってでも連打は継続優先であります。ここまで減らせば実質コールド、あとは腐っていくいよいよ眺めるだけであります。ぼーっと眺めながら老害が腐っていく様は何とも滑稽だ。何やらディズニーアトラクションのように赤に黄色に高校ときらめいておりますが、ここはエルデンリングの一番地、勝つため殺すため互いに手段を選ばない、これもまたエルデンリングの至福の瞬間でありましょう。無惨するイオリの煙で深呼吸、会話拒否のボスにはこれが一番いいわけであります。